感謝いたします。それではお立ちになる方はどうぞお立ちください。共に心から主に向かって礼拝を捧げていきたいというふうに思います。盛大のことが今この地に燃え始めて、待ち望んだリバイバルが確かに始まった。主の皆のもとに集って喜び歌おう。いつだけとリバイバル、約束の成就の時が来た。さあ主に感謝捧げよう。聖霊の炎が今この地に燃え始めて、待ち望んだリバイバルが主の皆のもとに集って、喜び歌おう。いつだけとリバイバル、いつだけとリバイバル、約束の成就の時が来た。さあ主に感謝捧げよう。いつだけとリバイバル、約束の成就の時が来た。さあ主に感謝捧げよう。さあ主に感謝捧げよう。アメン。主に感謝しましょう。全地に満ち溢れる。
賛美と霊の歌の中に住まうとおっしゃおさられます。私はあなた方の賛美を受け取り、また賛美を通してのさらに大きな勝利を表していくとおっしゃおさられます。ヨーロッパチームが使わされている中で、さらに私はこの、群れ全体の働きを大きく、進めていくとおっしゃおさられます。確かに私の霊の注ぎかけは非常に強く注がれているとおっしゃおされます。カリスマ大胆にあなた方を用いていきなさいとおっしゃおされます。さらにこの全てのことの栄光を私に返していきなさいと称せられます。非常に大きな技がこの始まってくると称せられます。また英語に重荷を持っている者たちは、さらにこの英語を用いる時というのが近づいており、宣教のために用いていくようになっていくので、さらに備えてい、きなさいと称せられます。それではもう曲を賛美を捧げていきたいというふうに思います。全地に渡り
みを持って感謝と賛美を捧げます。すべての栄光はあなたに、この心で喜びを持って感謝と賛美を捧げます。すべての栄光はあなたに、すべての栄光はあなたに。無理なしに感謝しましょう。ハレルヤ。神様、神の時を感謝いたします。続きます。聖火豊かに導いてください。感謝します。イエスキリストの御名によってお願いいたします。アメン。さあ、それから